なりたい夢、目標が見つかった。建設部通北工事事務所、松島大和です。通北工事事務所が私の職場です。今は津市が所管している道路や公園、河川の維持管理を中心に、道路の舗装やガードレールの補修、カーブミラーの設置や公園の遊具の確認など幅広い業務を担当しています。高校で土木関係のことを学んで、土木施工管理士と測量士補の資格を取りました。ずっと地元にいるよりは自分自身の成長につながるんじゃないかと思い、地元を離れて就職することを考えていました。ただ三重県内には残りたいという思いがあったので、いろいろ調べて、津市は県庁所在地でもあるし、エリアが広いということもあって、山も海もある環境の中だったら土木技師として働いていく上でいろいろな経験ができそうだと思って決めました。土木技師は入庁してから最初は技師補と呼ばれる、いわゆる見習い期間があります。一歩一歩成長できるように先輩の様子を見ながら仕事を覚えています。自分では分からないことがあると先輩や上司に質問して内容を確認してもらい、業務を進めています。上司や先輩のサポートは心強いです。普段は4人1チームで業務を行っているんですが、どの作業を優先させるのか、緊急性が高い案件はどれなのかなど、先輩たちの判断力は勉強になります。仕事の進め方や対処の仕方など、先輩たちの働きを見て学んできたことがたくさんあります。やはり現場での作業を担う土木職は、工事をお願いする業者の人との関わりが必然的に多いので、いろんな人の考え方や仕事の進め方を知ることができるので、気づきも多いです。とにかく明るくて雰囲気のいい職場です。同期とも話すことがあるんですが、周りの人に恵まれていると思います。気軽に相談に乗ってもらえたり、ちょっとやらかしたなっていう時もさっとフォローしてくれます。真剣にきちっとする時とリラックスモードとの切り替えがあって、働きやすい空気っていうんですかね、居心地はすっごくいいです。公務員の土木職って最初はイメージしにくかったんですが、普段通っている道に凸凹がなかったり、道の脇の草が伸びているなと思っていた場所が、次に見たら綺麗に刈られていたりとか、子どもたちが公園で遊ぶ遊具が使えるのとか当たり前で特に気にもしてませんでしたが、実際働いてみて、市の職員や市から委託を受けた業者の人たちが維持管理をしてくれているから支障なく生活できているんだと、この仕事を通じて感じることができました。外での作業が多いので、市民の人と話している時に、ありがとう、助かるわとか声をかけてもらえると、ここに暮らす人たちにつながる仕事なんだなって実感して、モチベーションがすごく上がりますね。休みはしっかり取れるので、土日は趣味のゴルフをしたり旅行に出かけたりと結構充実しています。休日にリラックスしてまた月曜日から頑張ろうと気合を入れています。津市には公営競技として行っているボートレース場があります。自治体が運営しているところは全国でも限られているので、それがあるっていうのは津市の特徴の一つだと思います。他でなかなか携わることができない仕事なので、機会があれば技術職として施設の維持などに関わる業務もやってみたいと思っています。津市で働き始めて、いろんな仕事を経験させてもらったり、新しい発見があったりして、こうなりたい、こんなことがしてみたいと自分のキャリアデザインを思い描くようになりました。自分に何ができるんだろうと思っていた頃が懐かしいですね。津市で一緒に働きませんか？